こんにちは、加藤です。だいぶ長い間動画をサボっていたんですけれども、今日は皆さんに3つお知らせがあります。まず1つ目は、緊急事態宣言の1ヶ月延長に伴いまして、アトリエの5月の授業はすべて休止とすることに決まりました。通学されているウニアトリエの会員の皆様、5月のアトリエでの授業はお休みになります。昨日の夜ホームページと LINE 公式アカウントの方でご連絡差し上げたんですけれども、5月の授業はすべて休止となりますのでご了承ください。残念なんですけれども、6月から通常の授業は再スタートする予定でいますのでお待ちください。今日のお知らせ2つ目は、これまた急なんですけれども、お茶会を開こうと思います。前回5月1日にビデオチャットを使ったバーチャルお茶会というのを実施したんですね。で、私と加藤さん、ケンちゃんでおなじみのケンちゃん先生と2人、それから参加者の皆さんで1時間半ほど絵についてのお話をね、ああでもないこうでもないとしていたわけなんですけれども、それの第2弾になります。本当急なんですが、5月5日明日の夜7時半から9時までの1時間半の間で、定員は20名様になります。参加したい、私たちとお話ししてみたいという方は LINE 公式アカウントに登録の上、今日の夜10時くらいをお待ちください。人数に限りがありますので、先着順もしくは抽選になるかもしれないんですが、一応定員20名様と考えています。今回も同じく私とケンちゃんによるオンラインお茶会、まあ、夜のお茶会ということで、絵の好きな皆さんとお話ができたらいいなと考えています。5月5日の夜7時半から9時の予定です。今回もズームを使おうと思っているんですけれども、不慣れな方は7時から接続可能な状態にしておきますので、ズームを使うというのが初めての方は、まず接続できるかどうか不安だと思いますので、接続テストというかできる状態にしておきます。ミーティング ID とパスワードを入れて、待機室でお待ちください。そこまで行っていれば大丈夫です。あと、注意してほしい点が、参加する際のお名前です。申し込みの際に、ズームで参加される時のお名前と一致しているかどうかで、参加資格判断しますので、応募する時のお名前と、ズームで参加する時のお名前が同じになるようにチェックしておいてください。詳細は募集ページに書いておきますので、よく読んでください。今日のお知らせ3つ目は、オンラインレッスン開始についてのお知らせです。アトリエに通学されている生徒さんを対象とした、オンラインでの授業の様子をちょっと動画でもお見せしたことがありました。けれども、これからですね、ビデオチャットを使ったオンラインのライブ授業が受けられる、そういったコースを設定しようと思っています。明日か明後日にはホームページ上で公開できると思うんですけれども、通常の通学されている生徒さんの通われている、まあ、コース、クラスがありますよね。そこに一緒に混じってオンラインで参加する、そういったコースを考えています。ここでもいくつかアンケートを取ってきたんですけれども、1授業あたり40分、80分、120分という風に選択できるようにしようと思っています。これでお近くに住んでない方でも、日本国中もしくは世界でも、一応日本語の喋れる方に限るんですけれども、世界のどこからでもウニアトリエの授業に参加することができるようになります。まだもうちょっとね、コース設定の方詰めないといけないので、明日か明後日くらいには公開できると思うんですけれども、楽しみにしていてください。今日のお知らせ3つありました。1つ目は、5月中のアトリエの通学される授業は全て休止というお話。2つ目は、明日の5月5日夜のお茶会のお知らせ。そして3つ目が、オンラインレッスンの本格始動、募集開始が間もなくというお知らせでした。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。